核兵器禁止条約の第二回締約国会議が27日、ニューヨークの国連本部で始まりました。初日の会議では、5歳の時に長崎で被爆した男性が、核兵器の悲惨さを訴えました。私は今、核戦争が起こされるのではないかと、大変恐怖に震えております。ウクライナとガザから伝えられる、 光景は被爆者にとってあの日の再来です核兵器禁止条約は核兵器の開発や保有、使用などのあらゆる活動を禁止していて現在は93の国や地域が署名していますただアメリカなどの核保有国が参加していないほか 核の傘に頼る日本も加わっておらず、条約の実効性が課題となっています。ウクライナに侵攻するロシアが核の使用をちらつかせる中。来月1日までの会議を通じて、核兵器の廃絶に向けた機運を高めることができるかが焦点です。被爆者の思いをね、とにかくどう伝えるか。いろんな、あんまり知らない人にも含めて。 なんとなく伝わったんじゃないかなという気はしますね。